バタークリームしか知らない我が家には本当に驚きの味だった。ある時母も一緒に食べようと誘いに行くと、扉の向こうで、まさと、いつもありがとう、申し訳ないねと、子供の前で一度も涙を見せない母が小さくなって泣いていた。姉さん、こんなことしかできないけど頑張れよと励ます。おじさんもいた。おじさんは、私の父が亡くなった年から末っ子の私が働くまでと約束して10年間届けてくれた。働き詰めで生活に追われ疲れていた母